こんにちはにゃでーす。ってことで、テンスラの最新情報がパズドラ公式チャンネルに上がっているということで見ていこうと思います。私もまだ見てないんですけど、びっくりですね。最近は YouTube でパズドラ公式は上げるようになったんですけど、私これどっちにいたら邪魔じゃないだろう。ちょっとまあ見ていきましょう。まあ、一応ね、動画なんで、流したいんですけど、まあ、YouTube で上がってるやつ YouTube で出してもしょうがないんで、まあ、ちょっと飛ばしいこうと思います。ということで、まずはリムルテンペスト。はい。スライムリムルテンペスト、あ、もうどう見ても水属性だね、これ。はい、でございます。すいません、私邪魔ですね。でも、どうしようもない。すいません。はい。すいません、リムルテンペストでございます。どう見ても水属性。これ変身かなと、多分。はい、でございます。で、こちら変身後。変身後がちょっと飛ばしますね。あ、ちょっと飛ばして。まだだ。まだです。この辺か長っ。リムルテンペストシャーク。あ、来た。来た。はい、こちらでございます。魔物を滑る。ちょっと暗くない？気のせいか。はい。こちら、魔物を滑るもの、リムルテンペスト。これ、水かな？闇？闇水かな？魔物を滑るもの。ちょっと闇っぽく見えるね。でございますね。はい。でございますと。はい。で？はい。これ、終わりかな？もうちょいありそうだけどね。顔出すでしょ？出さない。レブルテンペスト顔出さないの？顔。からの、出したわ。やっぱりね。はい。出しましたね。さすがにね。はい。あ、ちょ、私、重すぎてカクカクしてる。はい。こちら、真なる魔王、リムルテンペスト、顔出しましたね。ということでございます。なるほどね。はい。二段階変身ですね。やっぱだからね。スライム、で、仮面付きのリムル、で、魔王になったリムル、顔あり、でございます。はい。二段階変身か。闇属性になってるね。明らか闇属性じゃないこれ。さっきまでちょっと水っぽかったけど、もうほぼ闇っぽいね、これね。はい。ほぼほぼ闇？闇水とかかな。まだ副属性水で、副属性、第三属性と主属性闇とかかな。でございますね。ってことはこれ、あと、先頭出ないですね。はい。これ動画、イラストのみ紹介みたいですね。はい。まあ、らしいです。はい。嬉しいですね。ということで、次見ていきましょうか。はい。まだ多分、動画尺的にまだ3分の1ぐらいなんで、まだ多分今日は言えますね。はい。さあ、続いて。はい、こちら。ヴェルドラでございます。ヴェルドラね。まあ、これは事前情報あった。てかさ、事前情報のさ、キャラだとさ、あれいたよね。ヴェルドラと、スライム一緒にいたよね。こちら、暴風竜ヴェルドラでございます。これも変身キャラなのかな、じゃあ。暴風竜ヴェルドラ。これサイリアかな、光属性なの、それで。あ、木か。風だし。暴風竜だし。でも光に見えるな。木属性かな。はい。でございますね。暴風竜ヴェルドラ。これも変身かな。はい。まあ、ちょっと、クローズアップされていって。あ、なるほどね。はい。なるほどね。ヴェルドラは、ヴェルドラテンペストとして、こういう風にね、はい。擬人化するんでね、擬人化するんですね。ということでございます。あー、なるほど。そうやっていくのね。変身だ。で、光ですね、これ。光木っぽいね、多分。主属性光、やっぱ光、木、光かな。第三属性、木属性の、光、木、光な感じですかね。はい。でございます。はい。これが、ヴェルドラ・テンペストということですね。はい。んで、これ2段階変身じゃ、これで終わりだよね、さすがにね。1段階変身かな、じゃあ。はい。で、続いてこちら。ランガでございます。ランガも変身するのかな？ランガ変身する意味じゃないけど、これで終わりかな。ランガとか黒メダル交換とかにいてもおかしくない気するけど、どうなんでしょうか。はい。ランガでございます。私意外と邪魔なところにいないですね。はい。ランガは、ちょっと飛ばしますよ。はい。大きくなっていって、終わりかな？どうだろう。変身の可能性もあると思う。ぐるぐるしてる。なんでしょう、これは。正解は、ゴブタでした。はい。こちらゴブタでございます。ゴブタ、キーヒーかな？これ、ヒーキー属性かな？木っぽい、なんか後ろ木っぽいけど、これ気のせいかな？いや、これちょっと木入ってるでしょ。木かなぁ、ゴブタ。これサイリアなのかな？多分違うよね。多分これは、リアリティ一番低い枠なんじゃないかな、ゴブタ。いや、でも、ゴブタ意外と強いからな。はい。でございます。ゴブタでした。はい、続いていきましょう。次は？はい。こちら。ゲルドでございます。これ闇、やばい、木入ってね。気のせい、なんかめっちゃ木入ってるように見えるんだけど、私の目がおかしいんかな。でも木、こう緑使わないよな、でも木属性なかったら。いや、もうこれ闇木なのかな、じゃあ。なんで木なんだろう。いや、たまたま木、闇木なのかな、ゲルドでございます。これキャラクター名のところも紫とか、まあこれ闇属性は間違いないね。闇、木か好きですかね。はい、ゲルドでございます。ゲルドサイリアかもね、もしかしたら。なんとなくだけど。はい。
でございます。ゲルドでございます。結構 めっちゃ出てるな性能。はい、で続いてがこちらガビル。めっちゃ水だ。ほみ水属性ですね。水属性は水のみだから分かりやすいね。え、なんか意外とこれリブルの最強サブにガビル入ったりするのかな。はい、ガビルでございます。うん、いいですねガビル。イラストイラストさ、なんか迫力あって良くない。私個人的にいいです。はい、次いきます。続いては、はい、あ、ミリムね。ミリムです。はい、あ、ミリム強そう。これ絶対サイリアでしょ。はい、確定枠かもしれん。ミリム闇だねこれね。多色っぽい顔してるな、なんとなく。あれか、ビッグマムと重ねるところがある。ないけど、別に重ねるとかないけど、ちょっと多色感あるの分かる。指固定12秒とか持ってそう。指固定12秒多色リーダー、うわありそう。ジン持ってそう。ミリムループしてそう。うわ、勝手な予想です。根拠はないです、なんとなくです。はい、でございます。ミリムでございます。いいですね。はい、で続いてでございます。続いては、あ、終わり、あ、でございます。あ、ミリムで最後ね。いやーでもいいねミリムイラストね。はい、という感じでございました。テンスラコラボは5月16日木曜日に公開予定。明日、あ、YouTube に投稿するってことですかね。はい、でございます。楽しみですね。はい、ということでした。はい、以上です。いやー良かったですね。個人的にはミリムのイラストが良かったです。はい、でした。うーん、何体全部で1体ミリムで1体ガビルで2体3体4体5体んで、はい、6体で、あ、そうか、ミリムか。7体でございますよって形ですね。なるほど、でした。7体か。ただし変身がミリムが2段階変身のですね、暴風竜ベルドラが2段階変身ですね。はい、となっております。え、あれ出てないねまだ。あのさ、これ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 まだ出てない。はい、このイラストまだ出てないですね。あ、ってことは今回もアンドで攻めていく。これ絶対ミリムアンドベルドラじゃんこれ。絶対そうだよね。これ絶対アンドで攻めていく。あれだ、うわ、あ、テンスラってそんなキャラ少ないかな。まあ、キャラが多くてもやるのかな。絶対アンドで攻めていきますね今回もね。はい、ということでテンスラ最新情報でございました。まだイラストだけだったね。はい、まだ性能は出てないみたいでしたが、はい、まあいいでしょう。てか楽しみですね。もう迫ってますから、あと2週間ですか。ですからね、はい、お楽しみに。ということで以上でございます。よかったら参考になったら、参考にはならないか、よかったら楽しみだったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。感想とか性能の予想もね、ぜひコメント書いてくれると楽しいです。見るの楽しみにしておきます。てことでじゃあねー、バイバーイ。高評価よろしくです。あと5秒です。3、2、1、はい、 OK です。はい、バイバーイ。